はい。皆さん、こんにちは。マリーポテトのチャマです。見ていただいてありがとうございます。今日は1月26日です。今回は私が使っているこちら、セリアで購入してきているとんがりキャップの話です。暖かくなってくる前にこのようなものをお店などで見てみるのはどうでしょうか こちら穴が2つ開いております。私は必要に応じて穴の数を増やしたり、穴の大きさを大きくドリルなどで開けて使用しています。夏場などにナスなどをやっていますが、大量に水をやりたいな、1株に2リッターくらいやりたいなと思っていることがありました。以前は上炉やホースなどでやっていましたが、株元に水をかけるとこのように 丸くなど広がってはいくのですがずっと何日もやっていると土が硬くなって水が染み込みにくくなってきますそこでこちらのキャップにたどり着きました根っこ自体はこんな感じだと思いますまあ実際にはもっともっとあるんですけれどもねに合わせて2本刺します 株が大きくなってきたら、どんどん離していきます。そうすることで、根の先端部分、このあたり、常に若い部分に水を吸わせてやります。そうすると、やはり水の吸いがいいです。場合によっては、ペットボトルに水道水、水ではなく、肥料などを混ぜた水も入れたりします。地上からかけるのと違って、根元に このように入っていくので、効率がいいのではないかと思い、私はこの方法をとってます。よろしかったら参考にしてください。それではご視聴ありがとうございます。